命中示唆では測れない、もっと遠い宇宙の距離、そこで登場するのが、宇宙の距離はしご。これは、段階的に距離を測っていく天文学のすごい知恵だよ。まず、命中示唆の次に活躍するのはセファイト変光星。この星は明るさが変わる周期から本来の明るさがわかるから、標準光源として使えば、アンドロメダ銀河みたいな遠い場所の距離も計算できるの。さらに遠くには、まるで宇宙の灯台みたいな、1A 型超新星が使われるよ。爆発した時の明るさがどれもほぼ同じだから、見かけの明るさからそこまでの距離が分かって宇宙の膨張速度を解き明かすことにもつながったんだ。そして最終段階はハッブルの法則、赤方変異。これは遠い銀河ほど私たちから早く遠ざかっているっていう宇宙膨張の証拠と光の色のズレから距離を測る方法なんだ。これで宇宙が今も広がり続けていることやいつ始まったのかも分かってきたんだよ。こうして人類は一段一段はしごを登るみたいに宇宙の奥深くまでの距離を解き明かしてきたんだね。